お疲れ様です。試合振り返ってどうですか。まあね、チーム全体として狙い持った攻撃はできたかなって思うし、守備でも、まあ、まだまだですけど、切り替えの部分っていうのはみんな意識してできたかなって思います。どんなあの課題というか意識で臨みましたか。まあやっぱり、素早く攻撃するっていうのは結構チームのコンセプトとしてあるので、まあ、奪ったボールを前につけることだったり前の選手の動きを見ておくってことは意識してその中で奪われた後、みんなで切り替えを早くするっていうのはすごい意識して入りました。あの3バックやったりアウトサイドやったりしてますけれども手応えどうですか。まあね、新しいポジションで、やったり、楽しくやれてます。楽しむのが一番いいと思うんで。ここまでキャンプ振り返ってどうですか。どうですかコンディションとかどうですか。まあ、コンディションはまあうまく調整できていると思います。今後の意気込みを教えてください。いやもう怪我なく最後まで走り抜きたいなと思います。ありがとうございます。